ステファン・イベルセンは、ノルウェー・オスロ出身の元サッカー選手。元ノルウェー代表。現役時代のポジションはフォワード。18歳の時に、ローゼンボリ BK でキャリアを始めると、最初の2期で、エリテ・セリエン優勝を2連続で経験した。1996年12月に、トッテナム・ホットスパー FC へ移籍し、7期の在籍で、公式戦64得点を記録。 また、フットボールリーグカップのタイトルを獲得した。ウルバーハンプトンワンダラーズ FC での短期在籍を経て、母国ノルウェーに戻りボレレンガフォトバルと契約すると2期の在籍で、クラブが最後に優勝してから実に21期ぶりとなるリーグ優勝に貢献した。2006年に古巣のローゼンボリへ復帰し、2連覇を含め3度のリーグ優勝を経験。 2010年のリーグ優勝後にクリスタルパレス FC と契約し13ヶ月在籍。2012年3月にローゼンボリエ3度目となる加入をした。ノルウェー代表としては79試合21得点を記録。UEFA ユーロ2000ではグループステージのスペイン戦で決勝点を挙げる。この1得点は同大会でチームが挙げた総得点となっている。 初期ノルウェー代表にして、エリテセリエンで4度得点王になったオッドイベルセンを、父に持つイベルセンは、父がボレレンがホトバル在籍時に、オスロで生まれた。自身も後にプロキャリアを始めることになる、ローゼンボリ BK へ、父が移籍することになったため、3歳の時に一家、揃って、トロンハイムに移住した。7歳の時に、ナショナールコマリテンと契約する際に、 父オッドの手により1984年2月16日付の契約でイベルセンはいつでも無償でローゼンボリに復帰することができるとの条項が付け加えられた。その後、アストル FK を経て1994年にローゼンボリの下部組織に入団するとリザーブチームのデビュー戦で6得点を挙げる活躍を見せた。1995年にトップチームへ昇格し、 同年4月21日にラーケンダルスタディオンでのコングスビンゲルイル戦で初出場を飾る。最初の2期で50試合18得点を記録し、リーグ優勝2連覇達成に貢献。また、UEFA チャンピオンズリーグにも出場し、最初の期間での最後の試合となったサンシーロでの AC ミラン戦では、この競合を退けることに成功している。 トッテナム1996年12月に移籍金250万ポンドでトッテナムホットスパー FC と契約し、ローゼンボリでの最後の試合からわずか4日後のコベントリーシティ FC 戦でリーグ戦初出場を飾った。ホワイトハートレーンでの七期では1999年にフットボールリーグカップのタイトルを獲得し、 1998から99シーズンと1999から2000シーズンの公式戦でそれぞれクラブ最多の13得点と17得点を挙げた。2003から04シーズンには同リーグのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と1年契約を締結するも長期にわたる負傷の問題から出場機会は多くはなかった。ノルウェー復帰2004年に 母国復帰したイベルセンは、ボレレンガと契約し、翌2005年に10年ぶり3度目となる、リーグ優勝のタイトルを獲得した。2005年10月31日に契約満了となり、対談後は、数ヶ月間フリーエージェントの状態だった。そんなイベルセンに対し、RCD マヨールか、エバートン FC、そして前クラブのボレレンガを含めいくつかのクラブが、 関心を寄せている中で2006年2月10日に突如としてフルスローゼンボリ復帰の思いを語り13日に正式に復帰することが発表された復帰1期目の2006年に中心選手としてクラブ最多となる17得点を挙げ自身4度目となるリーグ優勝の原動力となったそんな活躍を見せるイベル戦に対し冬の遺跡史上で KRC 変クが獲得に大きな関心を示したが、ローゼンボリ残留を望んだことで破断となった。2010年の夏には、クリスタルパレス FC、ノリッジシティ、イプソイッチタウン FC とイングランド2部のスークラブから関心を寄せられ、最終的に2011年1月1日に、クリスタルパレスと1年半の契約を締結した。デビュー戦となった3日の、 プレストンノースエンド FC 戦で,で58分に決勝点を挙げ5試合ぶりの勝利に貢献する素晴らしいスタート切ったかに思われたが13ヶ月間で20試合に得点に終わり2012年1月31日に放出された2012年2月15日に3度目となるローゼンボリと1年プラス1年契約を締結したイベルセンはその際に リーグ優勝をするために復帰したと意気込んでいたが、優勝に導くには至らず、2012年11月に現役引退を表明した。U-21 代表で中心選手だった UEFAU-21 欧州選手権1998に参加するとサニー決定戦の U-21、オランダ戦での2得点を挙げ、3位に入賞に貢献した。また、 この2得点と準決勝の U-21、スウェーデンでの1得点を合わせ、計3得点を記録したイベルセンは、得点王に輝いた。最終的に、同カテゴリーでは23試合17得点を記録した。U-21 大会終了後の同年に、UEFA ユーロ2 0 0 0予選のアルバニア戦で、A 代表初出場を飾り、 1999年5月20日に、ジャマイカとの親善試合で A 代表初得点を挙げた。UEFA ユーロ2000では、初戦のスペイン戦で頭で決勝点を挙げ、勝利に導いたが、チームが勝利したのは勝利及び得点したのは、同試合のみとなり、最下位で、グループリーグ敗退が決定した。その後も、中心選手として、定期的に出場を重ねている中、 2008年8月20日のアイルランドとの親善試合に向けたミーティングに寝坊で遅刻したため、大毛ハレイデ監督から帰宅が言い渡された。そのような事件があったにもかかわらず、次の試合となった 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のアイスランド戦に召集され、2得点を挙げている。UEFA ユーロ2012予選のデンマーク戦が最後の試合となり、 ノルウェー代表として79試合21得点を記録した。ありがとうございます。